子ども会による親子によるお料理講習会とお集まりいただいて、素晴らしい皆さん方のお元気な姿を拝聴していたり喜んでいます。今はこうお料理講習会時間を最低なんですけど、私今ご紹介をいただいた嵐の農業委員会、農業委員の人数が、ね、24名いらっしゃる。そのうちの2人が女性農業員でも、10月1日から新しく制度が変わりまして、女性の農業員もまた一般内緒 30% 入れれということで増えるかと思います。10月1日からで、農業員にはやっぱり我々朝昼晩食事をいただいてますね。だからみんな農家こちらを植えて作る生産物で、漁民の方が山から取ってくる、海山からこちら生産するもので我々食をいただいていますけど、今からね、体調が70歳超してるけど、会長が生まれた当時はね、朝飯食べる時には終戦後ですから、ね、夕飯の心配をしたんです。今日の夕飯はあるのかな、ないのかなと言いながら朝飯をいただいたんです。ない時もありました。そういうことでお腹を空かして寝たという時代があったんですけど、今はそういうことでないけど、しかし残念ながらね、日本はそんなに豊かだけど、日本の国でお父さんお母さん、まあ、農家さんの経営者もどれだけお米を作ったり、お芋を作ったり、砂糖を作ったり、いろいろ作ってるかというとね、日本は 39% しか国内で自給できてないんです。だから今平和だからね、外国から食べ物が入って、日本のまた特産物が外国に対してこの流通していますけど、これが戦争とか何かってポッと止まった場合に、本当に野菜を作る場所に行き長い間やることから、日本の人口はとてもできない。農業の果たす役割っていうのは大変重要なのがあって、自給自足も大切ですけど、また皆さん方みたいにあるものを試して料理をして食べるのも大切、そういうあたりを農業委員会の方で推進していますので、皆さん方今日はせっかくの夏休みで大変な時間だったと思いますけど、みんなたちもお嬢さんですし、お兄さんたち可愛い姿でね、やってる姿を見て、やっぱりもう時代の背景というか、時代の流れが物を作って愉快に楽しく食べるという時代になったなということで、我々が生まれた時代と違うなという気がします。だから今の社会にまたお父さんお母さんに、また自然の恵みに、農地、この青い緑がある山がある、これに感謝をしながらですね、今日はいいお料理を作って、いい親子の時間を過ごしてください。長いお話になりましたけど、ぜひ皆さんもさ、またお父さんがお顔してくださると、お父さん、お母さんに感謝をしながらですね、また漁民の方がやりしたら、漁民の方にも、お父さん、お母さんにも感謝する。物を食べるというか大変大切なことですからね。また食べる中でもこういう工夫がないと食べれないので、生のまま食べるのは果物の一部とかそういうのしかないので、ぜひ皆さんも食べる、味噌も作ったり、昔は味噌もそれからお酒も醤油も全部自分のお家で作ったりと言っていた。この時代はもう今ね、会社ができたりいろいろできてますので、切り替えたりを皆さんから言うと理解していただいて、歴史も勉強する、現在もよく勉強する、今から未来ね、皆さん方がどうぞ未来も予想しながらぜひ勉強して、世界の日本人、日本の沖縄人、石垣の高さ、一番自然環境で恵まれているのは石垣島です。石垣島ね、海があるあり、山があり、それから土地があり、土地の中でも農作物が全部できる、